初めての駅なんですけど、ちょっと全然分かんなくてね、今駅のもうこうすぐ駅だと思うんですけど、高架下みたいな感じで人もいないし、これ合ってんのかな、すげえ怖え、なんだこの、あの H がね教えてくれて、ここが一番近いよって教えてくれたんで、ここから乗ろうと思うんですけど、大丈夫かな、ちょっとね駅のホームらしきものが見当たらないんで、もうちょっと歩いて探してみます。今 Google マップ上ではここに、もうここは駅になってるんで、ちょっと歩いて迂回してみたいと思います。はい、というわけでピアーズ駅ステーションに着きました。無事に着きました。まだね今日は人がいるんで電車あると思います。というわけで、まあ今日はタクシーに乗らずに、済みそうですね。よかった。ちょっとね分かりづらいっていうか、小さい駅ですね。あそこ、あ、タラストリートステーションに似てる一駅なんですけどね、駅でいうと隣駅なんですけど、すごく似てる。これねよく見たら、この間通った駅ですね。なんだっけ、銀行行った時か、銀行行って最初に、銀行で口座作りに行った時にチャレンジしに行った1日目に通った駅ですわ。ここ知らなかったなって言って、動画にも多分撮ってると思うんですけど、ここがピアーズステーション。あー、よかった。今電光掲示板でマルハイド行きがあることが確認できました。どうやら無事に、今日は電車で帰れそうです。改札です。いや、この駅でかいわ。でかっていうほどでもないかもしれないけど、タラストリートステーションをねのあの小ささを知ってる僕としては非常に大きく感じる。地味に大きいね。やっぱり場所がいい場所にあるんで、繁華街というか飲み屋街みたいな中にあるのかな。はい、マルハイド行きが17分で来ますね。よかった。売店が普通にやってる。もう11時半でも売店が普通にやってますね。サンドイッチとかめちゃくちゃ美味しそう。今着いた電車がですね、僕が乗る電車じゃないんですけど、この間僕が行ってた、新幹線じゃない、特急みたいな電車って言ってたやつが、到着しました。これはゾロヘーダステーション行きなので、僕は乗れないんですけどね、なんかね仲がいい感じなんですよ。新幹線みたいな感じでね、しかも向き合い席のような感じになってて、真ん中にテーブルがある、鉄道好きな人以外誰得なんだっていう感じですけど、ついねこういうのは面白いんで見てしまいます。またそのうち鉄道動画もやりたいと思います。帰ります。いやー、結構ねあれ空いてるな、人いないですね。こんな感じでございますよ、車内。もう12時になろうかという時間ですけどね。あー、よかった、無事に出発しました。タラステーションに到着しました。はあ、疲れた。